皆さんこんにちは。株式会社クロの現役デザイナー兼社長のボブです。本日はいられ編第12回目で、印刷物を作成する上で知っておきたい色の RGB と CMYK の違いについてと、画像データの解像度についてお話ししていこうと思います。まず RGB と CMYK についてですが、皆さんが普段目で見ている光景は光情報でできています。この光は3つの色でできており、この3つの色のことを RGB、レッド、グリーン、ブルーと言います。で、この光の三原色はパソコンやスマホ、テレビも同じ原理で RGB を利用して画面が映っているので、インターネットを媒介して伝えられるクリエイティブも全て RGB でできているわけです。なのでサービス UI を作るときやバナーを作るときの色の設定は RGB にしてください。もう一つの方法の CMYK についてですが、こちらは印刷用のインクのことを指していて、1909年頃にアメリカ人のヒュー・ブナーさんとブラインシュタインさんという方がシアン、マゼンダ、イエロー、キープレートの4色を組み合わせて、元の写真などと同じ色彩で印刷できるプロセスカラーという方法を発明して出来上がったのがこの CMYK です。それで皆さんが小学生の頃に図工の時間で絵の具を使って絵を描いたことがあると思うのですが、筆を洗っていた水入れってどんどん色を使って筆を洗っていくと、水入れの水が暗めの色になっていったのって覚えていますでしょうか。実は CMYK というのは色を組み合わせていくとどんどん黒に近くなってしまうという特徴があります。なので大前提として、パソコン上の RGB で鮮やかな色味を作っても CMYK で印刷するときに 100% 同じ色にすることはできないということを覚えておいてください。ちなみに僕の経験上ですが、 RGB で発色の良い黄色、ピンク色、緑色、水色は印刷すると闇落ちしたのってくらいすごい残念な色味に変わってしまいます。ただそれでも発色の良い色で印刷されたいという方にグッドニュースなのですが、実は CMYK 以外にも特殊インクというものがあり、印刷会社の方にお願いすると RGB の発色に近いインクを紹介してもらうことができます。ただやはり基本はシアン、マゼンダ、イエロー、キープレートがベースなので、特殊インクで印刷するとなると値段がちょっと上がってしまいます。次に解像度の話ですが、以前イラストレーター編第2回イラストレーターを使ってみようでもちらっとお伝えした通り、ウェブ上の画像は細かい点の集合体でできていて、この点々の細かさのことを解像度と言います。ちなみにこの解像度を測る時の単位なのですが、1インチ ×2.54cm あたりにどれくらい点があるかで世界的な基準が決まっており、ウェブ上だと 72dpi、つまり1インチあたり72個の点々があれば良しとされています。では印刷物の方は1インチあたりどれくらい点々があった方がいいとされているかというと、 300dpi 以上、つまり1インチに対して300個以上の点があった方が良しとされています。試しに iPhone で写真を撮ると、iPhone6 以降だと 72dpi で横4032ピクセル、縦3024ピクセルの写真を撮ることができます。これを Photoshop に持っていった時に、印刷用にするためにイメージから解像度というところを選んでいただき、ピクセルのところをミリメートルに変更していただくと、横幅 1422.4mm、縦幅 1066.8mm になります。ここからさらに再サンプルのチェックボックスを外していただき、 72dpi のところを 300dpi に変更すると、横幅 341.38mm、 縦幅 256.03mm になります。なので iPhone6 以降で撮影した写真であれば、横幅約 340mm、 縦幅約 256mm の印刷物に使えるというふうになります。A4 サイズが横幅 297mm、 縦幅 210mm なので、 A4 サイズの印刷物であれば解像度的に問題なしということになります。ちなみにウェブサイトから画像を拾ってきて印刷物に使おうとした場合に、画像が大きい分には問題ないですが、
小さい画像しかない場合には72dpi を 300dpi にしたときにさらに小さい画像になってしまうので、もっと大きな画像を探してくるか別の画像を使った方がいいです。 72dpi でも印刷することはできるのですが、画像がぼやけてしまったりノイズが入ってしまう可能性があるので、あまりおすすめはしません。先ほど Photoshop の画像解像度で再サンプルのチェックを外すと言っていましたが、外さずに 72dpi から 300dpi にしてしまうと Photoshop が自動で画像を保管してしまうので、こちらも同じく画像がぼやけたりノイズが入ってしまう可能性があるので、おすすめはしないです。逆に A1 くらいの大きな印刷物を作成されたいときは 200dpi くらいでも印刷物としては問題ないので、素材のサイズと印刷物のサイズを気にしながら画像の解像度を調整いただくといいと思います。次回、今回お話しした色味と画像の解像度に気をつけながら、実際に名刺デザインと納品データ作成までをお送りしようと思っています。それではご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録、その他質問があればコメント欄までお願いします。以上、ボブでした。皆さん、楽しいデザイナーライフを。バイ。